はい、では白血症の発見について説明したいと思います。老発症の胆管症の前ということで、老僧托圧の動作を材料に発見の仕方を説明していきたいと思います。まず老僧托圧を演じてみたいと思います。円を回りながら回ってる最中に候補ですね、その候補の時に体がねじれます。そしてこのねじれを元に戻すために体を開きますけども、この時に開く力とねじりが元に戻る力、要はねじり返しの力と開く力が一緒に手に加わります。これが圧力ですね。つまり老僧托圧して体がねじれて、そのねじれを解消するがごとく背後で体を開きますけども、その時にそのねじり返しと開く力がこの老僧托圧で前に差し出した手に伝わるというイメージを持っておいてください。もともとこの老僧托圧の手には螺旋と針の意識がこもっているので、もともと強い手なんですけども、そこに候補で生じたねじりと背後で体を開くときに開く力、そしてねじり返しの力がこの手にもともと強い手に加わって相手の攻撃を受けたり、そのまま相手を攻撃したりします。基本的に白血症はもともと針と螺旋で姿勢自体にも意識がこもってるんですね。ですからもともと強いところに螺旋の力を込めるという意識を持っておいてください。